はい、だいだい、マッサチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、上等のトレーナーに初代ポケモンの強さ分からしてやったジェニガメバージョン、パート3、やっていきたいと思います。はい。でも、関東行きます。ってことはもうこれ以降はもう関東トレーナーですね。うん。つまりこのシリーズの2分の1は関東で行われていることになっちゃうな。まあまあ、戦っとく？とりあえずね。言うてレベル48や、でもそんぐらいか。まあでもこの後どうせレッドに負けちゃうしな。ひでゆきさん。エアコイルがね、かわいい動き。あんなにネジムニョムニョ動いてたら、分解されちゃいそうだけど。この技もどうなんだろうね。頭突きを、頭突きは頭突きでありな気がするんだけど。自信に変える？雨乞いの技マシンの場所知らんのよな。レッド戦でワンチャン必要な気はしてんだけどさ。雨乞いがね。どうだろうか。まあいいか。脳筋技で。脳筋戦闘をしてもいいんですけど。うおー、ああ、かわいい。うおーも早く使いたいな。でも素早さ遅そうで嫌な。素早さ、君ちょっと素早さ高いポケモンがいいな。あ、でもちげえわ。さっき調べたわ。このシリーズの次、キャタピーだもんね。キャタピーってさ、ハヤトで勝てねえんじゃねえの。なかなか。まあそんな不安もありつつ、いや間違えちゃった。ふぶき様できるだか、あんま戦わないやつと戦っちゃった。このまま右行ったらトレーナーいた気がして、なんか浮いちゃった、そのまま。タクヤ、あ、サンドパンね、いい餌だったな。はい、ふぶきにも本当はしたいけど、今からお守り小判持たせればふぶき買えるかな。まあいいか。いや、小金でさ、めちゃくちゃ頑張れば、もう三つ目のジムから、あれなんだね。吹雪大文字雷使えることになるんだ。それやる人いんのかな？なかなかすごくない？あの段階から吹雪、まあどうせ当たんねえからあれだけど。吹雪とか使ってたら結構、強い気はする。まあ戦っていこうかな。お待たせしました。はい、戦っていかないとなんかすぐ終わっちゃいそう。四天王もあんま考えてないけど、うん、大丈夫だよね。水タイプは水って優秀だよね。ほんと弱点電気草だけ、すごいな。無駄に複合タイプじゃないからさ。あ、とかあれなんだね、御三家でカメックスだけ単体なんだ。なんかつけてあげればよかったな。おい。今日も幸先がいいね。はい。あ、ですよね。わかってた。わかってました。回復しないからな、おはげ。俺は。こんな甘っちょろい勝負回復しないよ、さすがに。さすがに。よし。今日は一回で済んで調子いい。てか結構ダメージ受けたね。レッドのエイフィーが心配でしょうがないです。何気にあのエイフィーも結構しんどいんだよな。エイフィーにやる技ねえやん、そういえば。困っちゃうなー。エイフィー対策が全くなされていなかったなー。まあ大丈夫か。エスパータイプでちょっと、耐久強いやつって強いな、なんか。うん。牛、アッカ。マックスタワー冷凍パンチャーがいいね。まあ、今回はいいけど。あの、エイビー。エイビー言い過ぎか。絶対に勝てないポケモンとかいそうじゃない？いないのかな？まあ、最悪イバルとか使えば勝てるか。いずれは。素早さ、
素早さがもう100になってもレッドのポケモンの誰にも勝てなくて、さらに一撃でやられちゃうポケモンっていないのかな。変化後はさすがにないか。もしいたらもう先制の爪を持たせてリバルとかしかないもんね。全部成功させれば勝てるけど、天砲より比較率低そう。これを祈ってたら、まあ、さすがにいないか。はい、シュンね。この子の手持ち好き。ほんで、ああパラセクトのやつね。あ、こいつだっけ、こいつはいっか。ああこいつは戦うんね。でからっていうトレーナーに負けたの。よくないセリフだった気がする。エリートトレーナーね。ひとみさん、なんであの髪型をチョイスしたんでしょうか。エリートのイメージがちょっとフランス寄りすぎない。ギャロップはかっこいいけどさ、もしかして乗馬とかしたいからギャロップなのかな。燃えそうだけど、ギャロップって乗れんのかな。あ、でもポケモンのさ、あれ、ポケモンのオープニングでサトシが背中に乗ってるポケモンいなかったっけ。誰かに乗って走ってたよね。ウィンディだっけ。ウィンディだとしても熱そうだけどな。ああ、結局戦う羽目になった。はい。うん。なんか乗ってた記憶あるな。一番最初かな。目指せポケモンマスターのオープニングの時の最後の方に、サトシが乗ってるポケモン誰か教えてください。気になっちゃった。で、パラセクト。あれ、パラセクトの誰だっけ、ここ。パラセクトの印象が強すぎて忘れてしまう。あ、ゴルダックか。ゴルダックね。あの左足の動き何なんだ。はい。青同士対決。あ、青で思い出したわ。俺、この話したっけな。誕生日にね、あ、した気がするわ。まあいいや。ハートのお姉さんから、プレゼントもらったんですけど、あ、したな。まあいいや。まあ青のパンツだったなーって思い出して、なんかの時にしましたね、これは。はい、じゃあライバル戦ね、行きましょうか。あれ、雨乞いと地震をね、変えました。うん、まあ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 。まあ別に大丈夫かなって思って。日本バレされてもね、まあ大丈夫っしょ。わかんねえけど。なんとかなると思うよ。まあ、最悪必要だったら、技マシン探すかな。間違えて連打しちゃった。波乗り。当倍か。はい。このライバルはなぁ、ちょっと レベルがね、ほんと、ここのライバルほんとかわいそうだよな。50レベルぐらいあってもいいけどな。まあ、40、せめて40。手持ちは強いんですけどね。波に乗ればいいだけだからな。はい。一撃だよね。もうちょっと、ヘッドが楽すぎて眠いよ。頼むよ、ライバル。ああ、いたわ。目覚める敵。ああ、出た、あの威嚇。気持ち悪い。まあ、とはいえ、冷凍パンチでいけ、いや、まあ、落ちるか。38だもんね。はい、ああ、無理。ああ、こう、いつまで毒の粉覚えさしてんの？最初の、まあ、2回目か。2回目のさ、吉野タウンの、ベイリーフの時から使ってきてたけど。やっぱりポケモンじゃなくてトレーナーが悪いよな、完全に。はい。冷凍パンチする。いいね。もう一体誰だっけ？あー、ゴーストね。まあ、冬がないんでね。3世代目もやってるから、今。木星も考えなきゃいけなくなってきちゃったから。まあでも、金銀はないから余裕と。
おいで。あ、ユンゲラ、ユンゲラなんかいたっけ。ユンゲラここ初登場。こんな最後の最後にいきなり友達いないことをアピールしているとしか思えないね。ゴーストユンゲラって並びが。だとしたらゴローンも使ってほしかったな。51レベル。ああ、言うて素早さも99まで上がんだな。服はないね。亀のくせにね。うん、諦めたわけじゃない。うん、はい、わかった。うん、まあ、俺は一生戦う気ないけどね、彼とは。はい、そしたら四天王ね、行きましょうか。マジで何も恐れるものがないな。うん、何にも、イツキとかも余裕。あ、まあヤドランがやる技ないぐらい。うん、イツキね。まあ、四天王の中でもかなり影薄い月。三世代目の子たち、名前まだ覚えてないけど、見た目以外のインパクトないからな。はい。お疲れ。お疲れ、イパン。すごい寒いことを言ってしまった。一撃ですね。オッケー。これ、大丈夫か。いや、これ大丈夫かな。すごく短くなりそう。でも前もそれ言って途中で負けたからな。いや、今回は大丈夫でしょ。言うてカメックス。いや、出たちょい残し。これさ、あらゆるポケモンでこうなるんだよな、四天王。やっぱレベル上げてこないとこうなりますよっていうことを表しているんですか、ドン。優勝今じゃないね。一回前のパンチで出してほしかったね、その急所は。そして、ルージュラー。まあ、ここは続きでしょう。はい。まあ、自信でもいいのか。やれ！あー。あららららら。ら、めっちゃ叩かれる。めっちゃ叩かれる。5回叩かれた。5回も叩かれたら、ほっぺ赤くなっちゃうよ。はい。ビンタ痛いよねー。え、あ、ヤドランな。これほんとなんかあれだな、カメックスちょっとあれだね、強すぎてよくないな。うん、逆にね、超展開も生まれない。ただ技を淡々にやっているだけ。あ、再起ね。いや、でも別にな、えって感じ。再起ねだからどうしたって感じ。まあまあ受けたけど。あ、やべ、自信だったな、ミスった。ああ。優勝で負けるとかいうオチはいらない。ここまで来たら。さすがにいらない。よし。あ、特防下がったね。特防下がったか。で、一応、倒すんか。倒すよね。ナメプしていい？はい。倒さなきゃ負けです。いや、でもさすがに倒すよね。はい、オープン。いや、倒すと思うじゃん。いや、耐えないよね。無駄に負けたわ。はい、すごい意味なく負けた。で、負けて寝ました。うん、ケンタッキー食べたら眠くなっちゃってたんでね。スムーズに行けばそのままやろうと思ってたのに、イツキに負けたせいで一回お昼寝しちゃったな。倒すんだよな。急所か。急所今じゃねえ。さっきのネイティオだろ。まあ、さっきの冷凍パンチが、まあ、低いランスだったらレベル上がれば倒せるよね。えっ、あー、ナッシーは倒せない。あー、気持ち悪いのやられた。さっきやられなかったのに。さっき何やられたかとかも覚えてねえや、寝ちゃったから。まあ、一展開やってもいいなとかいう下心は正直ありましたよ。でも普通に倒せるとは思ってました。そう、地震で落ちるなら地震で終わらせたいですね。はい、さっき頭突きでどんぐらい与えたかももう
下手から覚えてないからね。うん、なんならまだ視界ぼやけてるからな。ヤドランはさすがに無理か、長いなアニメーションが。じゃあ昼見狙いで頼みますよ。うわー、いやちょっとしんどいな。いや結構しんどいぞ昼見狙いもクソもねえなこれ。もう地震の方が早いか。宿力の種はさ、さっきやんなかったじゃん。まあ、宿力の種あるの知ってたからってなんかできるわけじゃないんですけどね。呪いもしてくる。だいぶうざいな、この。このヤドランだいぶうざくねえか。大丈夫か、落ちる？ギリ残んじゃないこれ。クソが。いやいや、待って待って。もう一回呪いやられたら倒しきれない。危ない。待って、与えるダメージよりさ、回復の方が多いよ。大丈夫そう？ワンチャン落ちないよね、これ。まあ、危ない。マジかって言おうとしたら倒したから、まあ、危ないって言っちゃった。てか、むしろさっきなんであんな HP 減ってたんだ？はい。倒してください。おはげ対決。相手の方がツルピカだけど。おいおい、いや、あーなんだ、いやーもう、どうするこれ。いやー、でもいいや、やりますやります、もう。いい、回復とか挟むのめんどくさい。おーい、こっちがするんかー。オーケー、やれ。いやもう、急所で倒せよ、もういいから。いいって、俺そういうの。あ、オッケー、あー、やった分かってくれたわ。俺の苛立ちを察したのか、急所を出してくれました。ありがとうございます。あー、何せ宿り木の種が嫌だった。え、でもあれさ、まあ、一匹でやってるからっていうのはあるけど、ナッシーの宿り木の後に、ヤドランで積む可能性ない。ね、場合によっては、こっちがどの攻撃しても、あいつの与えるダメージより低いんじゃん。あいつの、うん？回復するのより与えるダメージ低かったら、不利なのではないでしょうか。今後の水ポケモンには要注意だな。アリアドス。あー、虫か。虫毒ね。まあ、知らないけど、おそらく虫毒。虫毒じゃないわけがないか。おい倒しきれないなぁ、なんか。ほんといっつもさぁ、あんぐらい残る敵多いよな。やっぱ普通にちゃんとレベルを上げないと、あんぐらい残る設定にされているとしか思えない。とはいえ、波乗り。波乗りしかないよね。まあ、地震でもいいけど。いや、地震でも良くないな。さすがに波乗りよりは与えない。うわー、汚い、なんか汚い場所と出し方だった。そして顔が気持ち悪い。うん、2本歯みたいのあんのも気持ち悪いな。ガだからなんかああいうので吸うタイプじゃないでしょ。牛鋼、まあ波乗りか。はい、毒毒に対してね、毒毒した後にこのフォレトスを出してくるいやらしさ。フォレトスが影分身やったらだいぶエグかった。さすがに覚えない。影分身って覚えるポケモン限られてんのかな。今金銀からマキビシね、ほんとサポートに徹底してるよな。おーい回復しとくか。なかなかうざいよな。守る結構うざいよな、やっぱ。でも回復したらどうせ守れやられちゃうから、先に倒そう。ポレトスマジでやりたくないなぁ。まあ、多分あと2、3個先にはやる予定なんですけど。本当にやりたくない。
ウボツボの介護官みたいなことになるでしょ、多分。辛かったからな、普通に。まあ、回復しといてって思ったら小さくなるですね。うざいな。この今日ほんとうざいな。当たんないね。うわぁ、うぜぇ。この、別に、倒せるわけでもないのに、そんなことして、何になるの？ほら、出た！こっちのストレスが溜まるだけなんだよな、小さくなるって、コンピューターの。うん、おーい、むか、むかつくよ、普通に。もう、むかつく、むかつく。よくないですよ、ほんと。当てろよ。あ、すごいストレスだ。急所当たったらやばいな、ちょっと。はい。ああ。ずっと爆弾投げてくる。あんな小さい体で投げれる爆弾なんかたかが知れてるでしょう。ああ、当たんない。いつになったら当たるんだ。もう別にこれほんとさ、頭突きを連打してるだけだから何も生まれないよな。相手の PP なくなっていずれ悪あがきで倒せるなぐらい、今の俺の気持ちとしては。あ、やった、当たった。気持ち悪いわ。気持ち悪かった、戦い方。影分身でしょどうせ。先に攻撃しとくか。素早さ勝てないんだよね。さすがクロバットさん。でも当ててくれた。もう倒そう。倒してくれ。どうせもう一回影分身してくる。全然じゃん。あー。やろ。おーい。まあ、まあでもねえな。ベトベトにやられなくてよかったって言おうと思ったけど、あんま変わんねえよな。これ毒毒の毒だっけ？あ、危ないね。おーい。おーい。アニメーション的に当たりやすそうな波乗りにしよう。うん、あの攻撃範囲で当たんないわけがないよ。ほら。そりゃそうだよ。画面いっぱいなんだから。外れるわけがないよ。あー、ムカついたー。ムカついたし、PP めっちゃ消費したー。父さんはおとなしくジムに帰ってください。ムカつくので。はい、嫌な天皇。みんながあれ真似したらどうするんだろう、ほんと。影分身と小さくなると毒毒ばっかしてきたらどうなるんだろう。ポケモン、ポケモンバトルで有効じゃないの、小さくなるとか影分身毒毒って。絶対当たる技があるのか。ゲーム回ってんな。どうせ見切りしてくんのかな、これ。まあ、でも、どの道攻撃技しかないから。あ、OK。じゃあ、有効じゃないのかな。こんなことするなら、これした方がいいって技ありそうだ。穴を掘るね。あ、でも待って、自信あるじゃん。お疲れ。世代目からは当たっちゃうし、2倍だもんね、威力。かわいそうに。これを、この技さ、この、穴を掘る中に自信が倍って、俺なんかなんなら初めて使ったかもしんない、それで。使う場面ある？対戦で穴を掘るなんか出ないもん。ジムトレーナーじゃなくて、まあ、ジムトレーナーでもいいけど、普通のトレーナーが穴を掘る使うパターンもほぼないもんね。なんかあんま意味ない効果な気がするけど。どうでもないんかな。使えるのかな。ほんで、サワちゃんね。はい。片足の安定感がすごい。あんな、なんか冷静に見るとさ、左足ちょっと曲げてるけど、あの状態でかかと落とし2回やってる。めちゃくちゃすごいね。信
じられない筋力。はい。片足スクワットみたいのめちゃくちゃ大変だもんね。あー、帰りきからか。回復したかったな。さすがに厳しいな。ですよねー。まあでも言うて急所でも耐えると思うんだけど。まあ、ん ?55、110、微妙ですけど。微妙だけど行くか。まあ、大丈夫っしょ。ひるめ。あー、当たるんかい。はい。55。急所じゃん。はい。おーい。なんだよー。千葉に負けたぞ。はい。また負けちゃったね。まあちょっと良くないな。良くないね。強いポケモンを使っているから、なんかちょっと余裕をもついている気がする。波乗り。いやでもさっきのもさ、俺ちゃんと計算したもん。同じダメージからさ、1、2ぐらいだったら多くてもさ、耐えたじゃんね。これだから、乱数って嫌い。はい。俺の時だけ全部強いの出てくれればいいのに。相手がじゃないよ。え、なんだ、なんだったら相手も常にマックスで来てくれてもいいけど。その方が、回復しやすいわ。はい。でも倒さないんだよな。いや、ほんとこいつはちょっと勝てえよな。防御。川村だったら地震の方が強えのかな。やってみよう。はい。国防がそんなに高いのかがわかんない。特殊が低いイメージしかないから。はい。もうそれさっき見たよ。どうなんでしょうかね。ほら。倒せ。波乗りで、いやでも倒さない。倒しはしねえんだ。波乗りよりは与えたね、でも。だから結局ここで次で、あれか、帰り気出てくるのか。まあでも127なら耐えるので、急所でも。まあいいでしょう。はい。めちゃお腹殴り。まあワンチャン、いやでも、ひるみだな。ひるみ狙い。はい。ひるめ。OK! さっきの何だったんだよ。さっきの負けは何だったんだよ。勝つときはあっさりなんだよな。え、倒すよね。ああ、OK、よかった。倒す。56レベル。うん、強いね。あ、防御も特防も高いのがいいよね、やっぱ。防御も特防も高いのに他の能力も低くないっていうのが本当いいな。さすが御三家。何恥じない。オーダイルってこんな強かったっけ？オーダイルやった記憶ほとんどないんだよな。なんか特攻が低いくせに物理技あんま覚えなかったイメージしかない。使いづらかったは使いづらかった。はい。で、カリンちゃんね。回復も必要ないでしょう。私が愛してるのはアクタイプね。俺は俺のことを愛してくれるポケモン一体。うん。俺が愛すんじゃなくて、愛されていればそれで大丈夫。まあ、それ大丈夫っていうか、それをしてくれれば俺も愛せる。そう。まあ、俺がポケモンを大事というよりは、いや、倒せないか。ポケモンが俺を大事にしてくれないと逆に愛せない。だからここでひるみを出さないと俺は君を愛せない。あ、でも急所なら許す。あー、でもね、そうなんだよね。まあでも絶対に当たる波乗りがあるからな、こっちには。うん。こんな画面を埋め尽くす技が外れるわけないんだから。にしてもこのブラッキーほんとうぜえよな。このブラッキーを一撃で倒せる状態にならないでしょ、基本的に。爆裂パンチあるけど。なのに砂かきを使ってくるってとこがなかなかの害悪。あー、ほら倒せない。
ああ、いや、今か。まあ、いいっちゃいいけど。一応回復して、ほら、凍ってる相手に復帰したらこっちの方が痛そう。氷って確かさ、亀裂が全くなかったら、あれ？この世で一番硬いんだっけ？違ったっけ？亀裂が全くない氷の硬度ってめちゃくちゃすごいみたいなの聞いたことあるんだけど。どうなんだろう。確かに異常に硬いよね。で、闇カラス。ゲンガー影薄かったな。なんなら先制もしてたよね。12レベル差で先制取れるんだね。はい、オッケー。そして、ヘルガーね。まあ、波乗りでいいか。まあ、防御が低いのは覚えていますが、波乗りにしとこう。なんだ、カリンは超余裕じゃん。よかった。とか言いながら倒さねえか、どうせ。ちょい残し？ああ、よかった。もうちょい残しのレベル帯は終わった？そろそろ。よし、オッケーだ。まあ、あとは、怖いのは、途中とやなら好きなポケモンでね、勝てるように頑張るけど、うん。この人のセリフは本当俺のための言葉。いや、でも好きなポケモンではないからな、別に。やってないポケモンとかが正しい。じゃあ、わたるさんね。まあ、怖いのは、雨乞い雷ですね。だから、雨乞いなくなるまでギャロスで、まあ、暇を潰してもいいけどな。すごい、背中の筋肉。まあ、ひるませながら倒せたら、それが一番楽なんだけど。おい、当てろよ。何やってんだよ。どうしてそこで当てないんだ。ああ今当てる。あ、どうする、このぐらいだったら行くか。感動の時は回復できないよね、確か。回復の薬使われるよりはいいや。体力はどうせ一撃だもんね。この後怖いのだって、もうリザードンとプテラだ。怖くはないけど。はい、海竜ね。よくあの体格であの翼の小ささで空飛べるな。暗いな。さすがに耐えないでしょう。威力300でしょこれだって。威力に対してのダメージ計算ってどうやって打てばいいんだろう。ポケモンのダメージ計算ってあるよね多分。 M の攻撃力と、あ、特攻と相手の特防と威力、どうやって差し引くんだ。まあ、知ってたところであんま役に立たないか。うん。あ、そりゃ一撃だよね。まあ、氷あれば一撃だよね、そりゃ。海竜は飛行があることによって、残念ですね。ドラゴン。ドラゴン氷タイプとかいないのかな？今いる？もしかして。ドラゴン氷とか、弱点ない？もしかして。ドラゴンタイプか。ドラゴンで弱点ないやつとかいいのかな。うん、顎でかいね。あー、さすがにプテラには勝てない。おいおい。プテラ古代みたいな急所の出し方すんな。はい、落ちるよね多分。リザードンの火炎放射ワンチャン怖いなーぐらい。今一つだとやってこないのかな。今一つでも威力高いとやってくんのかな。金銀の AI はなぁ、わからんもんね。はい、まあ、ダメージ結果多いやつチョイスされるよね。あ、オッケー。はい、まあね、あれだよね。なんて言うんだっけ、三すくみか。まあ三すくみの関係なんでね。まあ、めっちゃあっさり終わってしまいましたね。動画の時間も短そうだな。まあ、カイリキーとネイティオに負けてくれたおかげで、ちょっとはあったのかもしれないけど。まあ、
どんぐらいで終わったんだろうね。これ結構早いんじゃねえかな。他の御三家5時間ぐらいだったっけ。それよりは早いんじゃない。うん、多分だけど。あれ5時間だっけ、4時間台だったっけ。やっぱそう考えるとな、初代に比べると長いよなこれ。はい、やっぱ途中のロケット弾がねだるいですよね。あそこ映す意味ないからな、ほんと。うん、時間が気になるね。はい、頑張ったね、おはげ。かわいい。いや、かわいいな。やっぱ初代の御三家が一番いいな、俺。はい。あ、4時間33。え、思ったより早いな。結構早いわ、やっぱ。さすがのカメックスでした。はい、そんな感じで、上等に初代ポケモンの強さ分からしてやった。上等のね、奴らに分からしてやりましたね。まあ、やっぱ強かったね。うん。あれ、初代じゃ覚えない技覚えてるよね、多分。シーン覚えなかったよね。まあ、そこが強いよな、やっぱ。うん。まあ、やっぱ隙がないよね。水氷地面あれば。あと、頭突きがね。やっぱ頭突きやっぱ使いがちになっちゃうけど、ひるみ強いよな。え、強いよね。好きで使ってるだけ、俺が。普通使わない頭突き。どうなんだろう。初代の我慢みたいな立ち位置になってるけどね、頭突きが俺の。まあやっぱ強かったなー、カメックス。まあレッド戦もそんな不思議ばなりなどんほど不安じゃないよね。うん、一発で今度こそ終わらしたいな。リザードの時はいけそうだったからな、一発で。なんか運悪かったんだっけ、忘れちゃったけど。まあ関東も、関東フライガーの時は苦戦したのか、関東で、ね、珍しく。関東ジムも別に大丈夫だよね。唯一のマチスが、あ、マチスじゃねえよ。マチスもエリカもか。でも弱点取れるもんね。まあ大丈夫でしょう。まあこれでね、御三家、まあ簡単だったけど、終わっちゃうんでね。次からまあ心配だよね。キャタピー。キャタピー、ビードル。でも図鑑順でやるとさ、これ徐々に、あ、でもそうでもないか。最初に出てくるやつか。別に強い弱い。なんか最初の方が弱いイメージあるけど。まあ、楽しみですね、それも。で、あと、あと今日これから進化しないのも撮るんだけど、うん、リクエストもね、してもらっててありがとうございます。やっていくのでね、よろしくお願いします。まあ、そんな感じでいつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。